こんにちは、写真家の橘田龍馬です。いつもいいねコメントありがとうございます。今日は告知があります。2月16日金曜日21時から23時、3日後に写真講座を開催できるようになるワンデーセミナーを開催します。イエーイこの講座はオンラインで開催するので、どこに住んでても受講できます。2月16日に都合が悪い方もアーカイブで後日受講することができるので安心してください。で、なぜこのワンデーセミナーを開催しようかと思ったかというと、閑散期に売上が上がらなくて困ってる、もっと収入を上げたい、で、写真教室を開催したいんだけど何からやっていいかわからないっていうような質問がたくさんあったからです。私は今まで写真の講座で3万人以上の受講者がいて、ストアカ講師3万人の中で1位に輝いたり、受講者満足度5点満点中 4.78 の評価をいただいてます。で、私が8年前に写真の講師をするまでは、写真の講師は副業として空いた時間にやるっていう価値観がありました。だけど私は写真を教えることをちゃんと職業にしたいと思って、8年前に講座を初めて立ち上げました。で、そっから試行錯誤して1年目で6000人以上の人を教えて、で、2年目で私が広告や雑誌をやってる時の年収を越しました。で、講師を始めてから撮影はほぼ受けてなくて、写真の講座だけでやってます。なので、どうすればお客さんが満足してくれるか、どういうふうに講座を作ればいいか、で、タイトルをどうすればいいか、どういう写真を載せればいいか、で、どういうふうにすれば集客できるか、全部知っています。なぜかっていうと、8年かけて試行錯誤して身につけたからです。それを今回このワンデーセミナーでお伝えしたいと思います。で、自分は写真歴が短い、だから講座ができないと思ってる人も多いと思いますが、あなたが知ってる知識、それを知らない人にとってはとっても貴重な情報です。例えば、私がカメラの初心者向けの講座で一番喜んでもらうのが、背景をぼかせたなんです。ということは、例えば写真歴が短くても知識が少なくても、背景をぼかすことができれば、背景をぼかすのに特化した講座を開けるってことです。なので、今まで自分は写真歴が短いから、知識がないからと思って写真教室をやってなかった方、あなたが知ってることに絞ってやれば、今すぐ写真の講座を開催することができます。で、カメラマンで売り上げが安定しない原因、これは閑散期があるからです。例えば12月中旬から3月中旬までは閑散期です。で、夏の7月から9月っていうのも売り上げが下がります。で、これはもう覆すことはできません。寒い時、暑い時は人はあまり行動したくないからです。なので、カメラマンとして安定して収入を得たい人は、この閑散期で売り上げを上げることがとっても大事です。そしたら何をすればいいかって言ったら、はい、写真の講座です。で、写真の講座に閑散期はありません。一年中安定して集客することができます。なので、もし今カメラマンとしてもっと収入を安定したいと思っている方、今の売り上げよりももっと売り上げを上げたいっていう方、もうこれは写真の講座を主催すれば必ず売り上げは上がります。で、写真の講座で来たお客さんが写真を撮ってほしいと思った時は、写真を教えてくれる先生に頼みます。わざわざ他の人に頼むことはなかなかないと思います。なので、写真の講座でお客さんになった方は、写真の撮影の時もお客さんになってくれるってことです。今プロのカメラマンはだいたい全国に7万人いると言われてます。これは弁護士や公認会計士の約2倍です。普通に出張カメラマンをしてるって言っても差別化できてないので、あなたが選ばれる確率は低いです。ただ写真の講座をやれるカメラマンっていうのはまだまだ少ないです。
なのであなたが写真の講座を開催できるっていうことは他のカメラマンと差別化を図れるっていうことです。なのでもっと安定して売り上げを上げたい、今よりももっと売り上げを上げたい、で写真の講座をやりたいと思ってるけど何から始めていいかわからないっていう方はぜひこのワンデーセミナーにご参加ください。でこの講座は今まで8900円でやってた講座の内容と同じ内容です。だけど今回たくさんの人にお伝えしたいと思ったのでフォロワー特別価格3900円で提供させていただきます。なのでもし私のフォロワーになってない方は私のインスタグラムをフォローしていただいてそれでお申し込みください。で今プロカメラマンとして活動してない方でも大丈夫です。これから自分の知ってる知識で空き時間に講座をやって収入を得たいっていう方でも大丈夫です。でもしわからないことは LINE で質問を受けたまっているのでちゃんと講座を開催できるまで質問にお答えします。なので安心して受講してください。プロのカメラマンで稼ぐのは簡単ではありません。ただ正しいやり方でやっていけば必ずプロのカメラマンとしてやっていくことはできます。なのでこれからプロのカメラマンになりたい人、今プロのカメラマンでやってるけどなかなか集客ができなくて困ってる方、ぜひご参加ください。知識がないけど、講座って本当にできるんですかっていう質問よくあります。じゃあ写真をやってたら絞りの数字を小さくしたら後ろがボケるっていうのを知ってるでしょ。カメラを買ったばっかりの人はどうやって後ろをぼかしたらいいかわからないっていう人もいるじゃん。そしたら背景をきれいにぼかす方法を教えますっていう講座だったら行きたいと思うな。そうだよね。じゃあカメラで色を変えるのが分かんないから教えてほしいっていう人にカメラでホワイトバランスを変えて色を自由に変える方法を教えますって言ったらそれ講座になるでしょう。だからねその人の今持ってる知識で講座なんかすぐにできる。で大体みんなさ色を変えたいけど分からない、後ろをぼかしたい、前ボケをやりたい、玉ボケを知りたい、構図がわからないでしょ。だいたいね、わかんないとこ困ってることって同じで、もし難しい質問が来たら不安ですっていう人もいるんで、そしたらさカメラを買ったばっかりの人限定、カメラを買って半年しか経ってない人限定、そうすれば難しい質問来るわけないじゃん。でカメラを買ったばっかりなのに多重露光の仕方教えてくださいとかないじゃんあったら嘘つけーってなるじゃん買ったばっかりじゃねえだろうってなるでしょ、うん、でねあとね分かんなくてもその場でちょっと待ってくださいねって言って調べてやってあげてもいいし、すぐに答えなくていいことだったら後でメールで答えさせてもらうのでっていうのでも OK なんだよ。なんかね完璧に講師は教えなきゃいけないと思ってるけど、そうやってるとねなかなかできない。なんでかって言ったら完璧になれないか。俺は25年間カメラマンやってるけど未だに分かんないこといっぱいあるから、ごめんなさいちょっと分かんないのでちょっと調べますねって言ってやることもあるし、もし後でよければメールでお答えしますねっていうことなんかいっぱいある。ここが分かるようになったら怖くなる、うん、これの10倍ぐらい価値のある話するからね今の話だけでもめっちゃハードル下がったでしょ。この10倍もうねその日に講座が作れるようにする。どうせやり方教えてもみんなやんないから、その場でもう講座が作れるようにそういう講座にするので、もう言い訳ができない。やり方が分かんないって絶対言えないからね。言ったじゃんって言うか、タイトルの決め方分かんない言ったじゃん、どういう説明文にすればいいか分かんない言ったじゃん、もう全部言うから言い訳をなくす。だからあとはそれをまとめて文章にすればもう3日後にポチってやれば講座ができる、うん、でどうやったら集客できるかも全部言う。集客しまくってきたからね、うん、それも全部言う。でこれが分かったら撮影も同じだからね。撮影の集客に困ってるね、撮影で集客できないっていうのは、告知文が悪かったりタイトルが悪かったり撮影会の名前が刺さなかったり告知文が刺さなかったり使ってる写真が刺さなかったり、原因が絶対あるから。これは写真の講座でも撮影でも同じ。
ということはこの講座を受けたら写真撮影でも集客できるようになるってことね。でこれを3900円でそこに投資できない人はもうカメラマン無理よ。これはヘアメイクさんも一緒だし、コーチングやってる人もそうだし、もう全ての人に当てはまる。でこの考え方が分かったら何でも売れる。もうこれは物を売るとき、集客するときの超基本的なめっちゃ大事な考え方だから。だけどみんなこれを知らない、だから集客できない、うん、いやもう本当に来てほしい。もうなんかね、ずっと悩んでるのがかわいそう。なんか見てて、えちょっと勉強してやりさえすればできんのにって。だからこの講座やった。もう教えるからもう来てって感じ、早くやってって。だって行動できるように、あの2時間ちゃんと組んでるから。だからもうね、ずっと悩んでるのはもったいない。あの別に写真の講座やりたくないっていう人はやんなくていいんだよ、うん、だけどもうこれから売り上げを上げたいと思ったら写真の講座できないと無理だもん。じゃあ今すぐはちょっと乗り気じゃないけど、うんうんうん、なんかいずれやりたいなって思ってる人も来てもいいんですか、うんうん、だってこれアーカイブ残るからもうずっと見放題だからね。だから今は特別やりたいっていうのはないけど、いつかやりたいっていう人もアーカイブ残ってるので、うん、やりたい時にそれを見て、で講座を作ればいい。すごいよ、普通期限切ってるからね。普通は何月何日までっていうけど、俺の講座はもう見放題で、受講した人もずっと見放題だから、もうね早く講座を開いてほしいから。もうそんな制約をしても開催できるようにならないじゃん。だからもうこれを見ながらやればいつでも講座作れるよっていう風に設計してるので、はい、ぜひ。いやほんとね、これからカメラを始めたいっていう人にちゃんと教えてほしい。そうすることで写真が好きな人、写真を楽しむ人で、写真で幸せになる人がいっぱい増えるので、ぜひご参加ください。2月16日金曜日21時お会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。